着いたね埼玉。はい。このカットいる？いや、まあいらないんですけど一応撮ってきました。広い空に何を感じ、雨も憂鬱と寝ぬイメージできない、誰も知らない。今回はですね、とある倉庫の夜間検証というものを行っていただきたくてお越しいただきました。なるほど。ちょっと待って、夜間検証？はい、夜間検証。まだ昼だけど。はい。待つの？はい、とりあえず暗くなるまで待ちましょう。なんで昼の絵いらないじゃん、昼の絵。いや、ちょっと天気がね、すごく良かったんで。うん、一旦昼の絵を撮ろうかなと。すいません。わかりました。はい。どこよ、ここ？はい。こちらが、例の倉庫になっているんですけれども、はい、この奥にですね、この調査をしていただきたいものがございますので、そちらを今からお願いいたします。これチャン君はここで待ってるってこと？僕は待ってます。僕は基本的には行かないので。もう行けばわかる。わかります。行ってくる。はい、はい、ということで謎の工場調査していきたいと思います。これもうわかるよね。これもう僕もちょっとマニアなんでわかるんですけど、全部パソコン、パソコンのパーツだよね。すごい。で、これ最新のめっちゃ高い。これ1個簡単に車が買えるぐらいのものがここにたくさん置いてある。なんだ、何が分かる、まあ、絶対あれじゃん。でもめっちゃ光ってるもん。めちゃくちゃかっこいいパソコンが置いてありますね。これちょっとライト消してみる。うわ、やば。いや、ちょっと待って待って、え、こんにちは。登場の仕方怖すぎませんか？サイコムの佐藤です。お世話になってます。お世話になってます。シロクさんにはね、PC とかサポートさせていただいてるんですけど、はい、ビンチューさん、皆さんの活動がスムーズになるように、はい、ちょっとっておきの PC をご用意させていただきましたんで。ちょっと待ってくださいね。はい、2点気になることがあるんですけど、どうしますか？パソコンがいただけるのかなって今一つ思っているのと、はい、ずっとそのライトで行くのかっていうことが2点気になる。え、じゃあこれってことですか？そうですね、こちらをご用意させていただきましたんで、まあこれ最新の AMD の CPU が入ってたりとか、はい、あとは RTX 4000番台搭載してますんで、はい、まあ、これでまあ普段の映像編集とかもそうなんですけど、はい、ちょっとね、息抜きにゲームしたい時とか、はい、まあ、そういったところでぜひちょっと使っていただければなと。いや、ちょうど僕ちょっとホラーゲーとかやってみたいなと思ってたんで、いや、これは本当にありがたいです。ありがとうございます。よかったです、ありがとうございます。まあ、ちょっとぜひ皆様にも、ね、はい、見てもらいたいところがあるんで、はい、まあ、そこの方を調査していただこうかな。なるほど。あ、そういうことなんですね。今回工場のそのなんかこう心霊調査なのかなって思ってたら、性能調査。性能調査です。新しすぎる。わかりました。じゃあ喜んでやらせていただきますんで、はい、よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。すごいよね。これはすごすぎますよ。みんながさ、ビンチューめちゃくちゃ見てくれるから、はい、PC メーカーさんからね、まあ、今回企業案件が来た。全然関係ないけどね、心霊とは。全然関係ない。僕自身はね、もともとサイコムさんとはつながりがあったんですけど、はい、今回ビンチューの方もサポートしていただけるっていうことでね、めちゃくちゃ心強いよね。めちゃくちゃ心強いですし、うん、視聴者さんの皆さん本当にありがとうございます。まあ、マジでそれ。今回サイコムさんが提供していただいたパソコンなんですけれども、 G マスタースピア X670A、 これがね、まあ、ちょっとカスタムされたものなんで、中身の方をね紹介していこうかなと思います。もう俺もね、最新すぎて全然わかんないから、ちょっとカンペ見ていい？あ、はい。俺今まではインテルっていうやつの CPU 使ってたの、 Core i9 ってやつ使ってたんだけど、今回 Ryzen の、まあ、本当にね、動画編集やるのはね AMD がすごいいいらしくて、へー。で、その AMD の Ryzen 7
7700X っていうのが、まあ、これでもね十分にスペックは高いらしいんだけど、はい、今回俺のついてるのはさらにそれの上位互換 Ryzen 9 7950X っていうのがついてるらしい。やばいやばいけど全然何がやばいか分かってないでしょぶっちゃけ俺も分かってない分かってないけど、動画編集をしてゲームをなおかつする、そして配信をするならこのぐらいのスペックがいいよっていうことで今回ねこれをつけていただいたんですが、この CPU よりもやっぱりね紹介していただきたい部分があるらしい。今回サイコムさんからお仕事をいただいてる形になるんですけど、なんとね実は2社から同時に今企業案件ということで、はい、サイコムさんともうめちゃくちゃ大企業の NVIDIA さんから、NVIDIA さん、そうで今回この NVIDIA さんが、はいはい、まあ、関係してくるということは、パソコンゲームやられてる方分かると思います。グラフィックカードっていうものがね、はい、ここは搭載されるんですけど、あの RTX3060 っていうのがついてるんだけど、今回新シリーズが出て RTX4070Ti っていうものが今回ついてるらしい。でこれがね従来のものとガラッと変わるって。なるほど。その実際にこの変わる内容っていうのは何なんですか。俺ねもう正直もうやったのよ。でもこれもうだってレビューの動画撮らなきゃいけないから、はい、これもう下は先に体感したの。あ、なんかやったんですか。やったよ。何やったんですか。ちょっと心霊に関わるかなと思ってゾンビゲーやった。すべて物を脱ぐいで寄せたと。そう今回ねレッドフォールっていうゲームをやったんだけど、あ、はい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 、こう今まで俺が使ってたのはこの RTX 3000番台、はい、なんだけど RTX 4000番台になってできることが一つ増えたんです。レイトレーシングっていうものと DLSS3.0 っていう、 DLSS ってもともとあったものの 2.0 バージョンだったのが今回 3.0 になったっていうことで、これ言われたって全然分かんないじゃん。ちょっと分かんないです。分かんないの。いや分かんないですよ。ああそうですか。分からないんですか。いや私絶対知らなかったでしょ。もともと知ってたんですか。僕は知ってますよDLSS3.0 とレイトレーシングパソコン知らない方多分ビンチューさんたくさんいると思う。知ってる方の方が少数だと思うんで、もう分かりやすく説明すると、時代も変わりましたよね。なんと今回このグラフィックカードの中にですね AI を処理する機能まで入ってるんですよね。これが一体何をやってくるのかというと、この AI を使ってですねフレームとフレームの間に一つの絵を作成してパフォーマンスを向上させるっていうことをやってくれてるんですね。パフォーマンスって何っていう人多分いっぱいいると思うんだけど、パソコンでゲームをやる人っていうのは FPS っていう文字がねかなりこう重要になってくるんだけど、うん、FPS っていうのは1秒間に何枚のパラパラ漫画を見ながらゲームをやってるかっていうことなんだよ。はいはい。で通常例えばよくご家庭にあるね PS4 とかそこら辺は FPS60 でゲームをやってること、だから1秒間に60枚のパラパラ漫画を見てるっていうことなんだよね。でパラパラ漫画ってさ、もう1枚のパラパラ漫画を見たら分かる通り、1枚目がここに、まあ、要は敵がいたりとかモンスターがいたりして、2枚目のパラパラ漫画でここにいたとする。じゃあここまでの間に何枚パラパラ漫画があるかによって敵がこう滑らかに動いていくように見えるじゃん。はいはいはい、はい、でも FPS1 だとここからここに瞬間移動しちゃう。ピピッピピッってそれはダメです。ピピッピピッピピピッってなるんだけど、はい、でこの FPS っていうものを向上させようというシステムが、はい、もう DLSS3.0、はいはい、パフォーマンスの向上なんですよ。めちゃめちゃ分かりやすい。でもう一つあって、はい、レイトレーシングっていうのがある、はい、この DLSS3.0 で、まあ、若干やっぱりちょっと画質落ちちゃう。あ、 FPS が向上する場合に向上するから落ちちゃうじゃないですか、はいはい、で今度はこのレイトレーシングっていうのは当然パフォーマンスも向上するんだけど、一番重要なのが映像をきれいにするシステムが入っている。
レートレーシングで、レートレーシングで、もちろんパフォーマンスも上がるよ。レートレーシングを使用することによってパフォーマンスも上がるんだけど、こっちも AI 処理で光の加減をね独自に計算して、でより綺麗に見せてくれる。え、光ってめっちゃ大事なんだよ。だから女の子とかさ、自分の写メ撮る時にリングライトとかでさ、もう本当に神様の天の輪みたいなのパーってやるじゃん。まあ、絶対必要ですね、はい、だし映画とかもさ、スポットライト当てて撮ったりするじゃん、はい、っていうのをリアルタイムで映像が動いていきながらその中で処理をする。でよりその光沢だったり光の加減とかをよりリアルにしていくことで、映像を見てる人間がねリアルに感じ取ることができるようになるっていうものなんだ、はい、それをもう全部ひっくるめて RTX オンみたいな感じだから、はいはいはい、その2つのシステムがこのグラフィックカードには入ってて、で画質が綺麗になります、さらにパフォーマンスが向上しますっていうものなんだけど、はい、これをね実際に俺がレッドホールっていうゲームでやってみたんで、はい、まずねその映像をね見ていただきたい。そんな変わるんですか。変わる。だけどちょっとね見る前にサイコムさんのさちょっとお話もさせて。あ、そうですね。知らないでしょサイコムさん。そうですね、ちょっともう恥ずかしながらでしょ、はい、俺の個人チャンネル見てる人はサイコムさんっていう文字は結構見ると思うんだけど、はい、サイコムさんっていうのは BTO パソコンメーカーなんですよ、はい、で BTO ってなんだっていうとビルドトゥーオーダーっていって、まあ一人一人自分のそのニーズに合わせたパソコンを作りますよっていうところなんですよ、はい、なんでまあちょっと他メーカーは出せないけどさ、某量販店とかに行ってパソコン売ってるじゃん、いろいろセットになって非常に便利ですよってパソコンじゃなくて、はい、もう俺たちみたいなクリエイターだったりゲームする人だったりとか、もう本当に自分が欲しい性能を持った PC を作るためのパソコン、うん、でこの BTO パソコンっていうのもいっぱい今たくさんメーカーが出てるんだけど、その中でも安価なメーカーではないんです。安いことを目的としたメーカーじゃない。あ、安さを売りにしてるわけじゃないですか。そう、安さを逆に売りにしてない。まあ、当然安いんだよ。目に見える部分だけ同じスペックで買うと、まあ、大体1万円か2万円ぐらいかな、なんかちょっと高いかなぐらいの感じなんだけど、はいはい、使われてるパーツがすごい高品質なものなんですよ。俺はもうパソコン、サイコマさんのパソコンを5年以上使ってるけど壊れたことは1回もなくて、だから長期でパソコンを使っていく、高品質使っていくと逆に俺は安くなると思ってる。長期で使っていくことを目的とすると、ちょっとやっぱいいやつっていうのを購入するのはいいんじゃないかなと俺的には思いますね。なるほど。このサイコマさんのパソコンを使って DLSS3.0 とレイトレーシングがありとなしでねやってみたんで、マジで変わるから、本当プレイしてる人間が変わるんじゃないかっていうぐらい変わるんでね、ちょっと見てみてください。奇才なサイキック、学生ローンに悩む学生にします。なんか落としたな、オイル。まあ、今レイトレーシングつけてないけど、元々の PC のスペックが高いからか、まあ、全然なんかやりやすいって感じはするよね。あーやばいって、めっちゃ速い敵が。横移動がねちょっと見づらい。速い、ちょっ、オッケー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 、うまいうまいうまい、よし、もう一人、あれもう一人も死んでる。赤かかってわ。え、RTX をオンにした俺はもう無敵。ちょっと待って、あ、もう結構目に見えてわかるぐらい敵が見やすい。お、すごいぞこれ。なんか良くなったのがさ、 FPS だけじゃなくてこの光の感じとかすごい良くなったよね。めっちゃ綺麗というか、なんかリアル。パフォーマンスが上がったりやりたいことは一つだよね。バトル動いてる敵だよね問題は。あ、でも、あ、かなり狙いやすいわ。ちょっと俺下手くそだけど、あ、でも全然動き早いけど見えるわ。このゾンビ先生はもうあれだな、楽勝だな。あとはこの人間を倒すだけ。あ、でもマジで本当にあの視認性が上がるね。落ち着いて人の頭が狙えるっていう、そのヘッドショットは決めやすいというか、ほら動いてても見えるんだよね滑らかに。いやでももう君のねスピードはもうこの目で追えちゃうんですよね。え、ちょっと待って、さらにもう一人来たわ。なんか紫に燃えてないの人。え、臭そう。
ちょっと待って、マジでやばい。レビュー動画で死ぬわけにはいかんからな。モンハンみたいな戦い方してんな。もうちょっとちょっとパワフルに戦いたい。ショットガンで。ああ全然違うわ。すごい RTX。どうだった？いや、めちゃくちゃ違いましたね。もうプレイヤー違うみたいになってるでしょ。めちゃめちゃ違います。喋ってる親父は一緒だけどプレイヤー違うみたいになってるよ。プレイヤー変わりますね。で、これやっぱりその体感だけの話をしてもわからない人たち多分たくさんいると思うから、はい、もう見てほしいのはあの映像の右上の FPS、 あそこが最大で3倍ぐらいになってる。いや、もう全然数字違いましたよね。そう、最初 100fps 付近、1秒あたり100枚のパラパラ漫画付近だったのが、はい、もう一番高いところだけで見るともう270とかなってましたね。なってた。だからもう俺のこのモニターが240いくつとかだったような気がするんだけど、モニターのスペックも超えちゃってるぐらい。それすごいパワーっすね。すごい本当に。だってゲームをプレイして高画質でプレイしてるわけじゃん、はい、映像見てもらったら分かると思うんだけど、すごい画質も綺麗な状態でプレイしてて、あれであんだけの FPS を出せるっていうのはもう俺らゲームプレイヤーからしたらもうちょっと脅威だよね。いや、確かにあの FPS ってプレイヤー対プレイヤーで戦うこと多いじゃないですか、うん、そういったゲームが好きな人にはもううってつけっすね、これマジで。持ってないですか？買いますよあれだけ変わるんだったら買いますよ。でしょ、はい、なんかもうゲームやってる人はもうめちゃくちゃわかる、はい、もうあんだけ変わるんだったらもう買うしかないよねみたいな。買うしかない。だってもうそれだけで差がで生まれますからね、うん、だし、まあ、もちろんそのグラフィックカードとしての性能もめちゃくちゃ高いから、映像編集をしたりした後の、その出力だったりとかもスピーディーに終わるし、本当にこのゲームだけに特化したわけじゃないっていうところで、そしてこれから先この RTX4000 番台新しい技術っていうのがねどんどんついていくわけだから、 DLSS3.0 とレイトレーシングっていうのが合体したことになってすごいことになってるところを機に、まあ、購入検討されてみるっていうのは本当にいいタイミングだと思う、うん、でこのレイトレーシング、はい、まあ新しい技術だからまだ採用されてるゲームっていうのは少なくはないよ。もう何百タイトルってあるんだけど、もっともっとこれ増えていって、多分ほぼ全てのゲームにね採用されていくことになるっていうことは、新時代のゲームを最先端でやっていきたいっていう人もここで RTX4000 番台に切り替えるのがベタかなっていうふうに思います。間違いなくそうですね。ちなみにサイコマさんで PC を買おうと思っている人たちは、まあ、ほぼ全てのねパソコンにサイコマさんは RTX4000 番台搭載済みですので選べます。ちなみになんだけど、はい、白っこ割っていうの存在するんですよ、サイコモさんに。白っこ割り、そう、これ貧乏中年とは関係ないんですけど、まあ、独自で僕ちょっとサイコモさんとお仕事させていただいているので、白っこ割引っていうのがサイコモさんにはあって、なんか買う時の連絡欄っていうところに白っこ割りって一言書くだけで3000割引かれます。でかい。誰でも、何人でも何台でも一生一生3000割引かれるんで、それよりもやっぱり今回のね NBA さんの出した技術だったりとか、サイコモさんのニュー PC みたいなのね、やっぱりそう性能がすごいっていうところを今回ね出したかったので、はい、今回話させていただいたんですが、またさらにですね、サイコモさんから貧乏中年 TV の映像をね見ていただいているリスナーさん皆さんにプレゼントがあるということで、はい、今回この動画の中にどっかにキーワードが隠れてるらしいですよ、はい、でそのキーワードと、まあ、貧中とサイコモさんのツイッターをフォローしていただいた方の中から抽選でノベルティかゲーミングデバイス、ゲーミングデバイスプレゼントされるということで、めちゃくちゃお得じゃないですか。めちゃくちゃお得だよ。見るだけで諭吉を手に入れる人たちが現れる。やば。今回俺だけが嬉しいわけじゃない、でもリスナーの皆さんも挑戦することができて、はい、楽しい企画を今回サイコムさん用意していただいたということで、いやもうありがたいですね。ありがたいということで、まあ、今回ね皆さんのおかげで貧乏中年 TV に案件が来ましたということで、
今回ありがとうございましたと、もしよければ、まあ、最後もさんの方でね PC を検討されてみてはいかがかなという動画でした。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。